はい、ザーゲームチャンネル春99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、神田川汚染ですね。今日はこちらのゲームをご紹介したいと思います。はい、この神田川温泉ですね。まあ、文次郎さんのところですね、2015年秋のですね、ゲームマーケットのところ、まあ、新作ということですね。まあ、ちょっと早速入手してみました。まあ、これね、先日すでにですね、ゲームマーケット2015秋のですね、ゲーム体験会の方のレビューを上げていますけど、その時にですね、こちらのブブカの方はですね、体験プレイさせていただいたんですけども、こちらの神田川温泉の方はですね、2015年秋の新作だというので、ちょっとプレイできてなかったので、まあ、早速入手してできましたので、今日ご紹介したいと思います。で、これがね、まあ、こう、石鹸箱サイズのね、大きさの、箱になって、本当にそこが抜けてて、あの石鹸箱には水が抜けるようなところになってる、石鹸箱のまあ透明なタイプになってます。まあね、で神田川温泉ってね、これね、南こうせつさんのね、1973年の神田川っていう歌がね、まあ、モチーフになってることだったので、まああなたはもう分かったかしらっていうね、ちょっともじったようなタイトルになってますけども、まあそういうやつですよね。中も、1973年がどうもテーマになってますというのは、まあ、ゲームの背景に書かれてます。で、中身としては、各プレイのね、まあ、ハートをね、渡し合いするんですけども、まあそれが入ったポイントの、チップですね。まあ、これが人数分入っていて、まあ、これを元にね、これは元手になるので、これを元にですね、お互いどんだけポイントをもらえるかっていうのをまあ勝負するんですけども、どうやってやるかっていうと、こっちにね、お金の組み合わせ、10円玉と5円玉が書かれた組み合わせのカードがあって、まあ、これを元に秘密裏にですね、お題が設定されて、それをいくらかっていうのを当てると。で、当てた差分によってハートがもらえていきますね。なんだそれやって感じなんですけども、これを実際どうやるかっていうと、こちらお金ですね。これね、別途、まあ自分でもちろん用意する必要があるんですけども、10円玉が4枚と5円玉が3枚っていうのをこのゲーム用意します。まあ55円なんですね。まあ1973年当時でですね、まあ銭湯の入浴料っていうのをお聞きしましたけども、まあ55円用意します。で、これをこのカードに配られているお題に従って、ここに入れるんですね。要はこの10円玉と5円玉の組み合わせが書かれているお題カードですね。いわゆるね、これ同じ40円だけど、要は組み合わせが違ったりするわけですけども、まあこういうカード何枚か配られているので、例えばこれじゃあ今回自分の手番来たらやろうと思うと、10円玉3枚と5円玉1枚っていうのをまあ秘密にね、これをやろうっていうのを決めておいておくわけですけども、秘密裏にここに10円玉3枚と5円玉1枚をここに入れるわけですね。で、閉じると。これで準備 OK なんですね。で、あとは、振ると。すごい音。これね、底を閉じてるのと、振り方によって実はだいぶ音が違うんですけども、これ振ると。で、残りのプレイヤーの人は、このハートチップを使って、これが10円玉、これが5円玉っていう設定になってるんですけど、まあこの30円はね、10円玉3個っていう設定だそうなんですけども、これがぴったり、この音を聞いて、もちろん中身は見せないのを隠してるんですけど、この音を聞いて、いくらか入札すると。全員入札すると、オープンしてぴったりだったら、振った人から同じだけのハートをもらえる。当たってなかったら、差分だけを逆に支払うと。こういうのを繰り返していくんですね。で、だんだんプレイしていくと、まあ、このカードの枚数と組み合わせ有限で最初みんな分かってるわけですけども、これだんだん減っていくので、まあ、あり得る組み合わせ、特に自分の手元にある組み合わせはもう出てこないとかがしましたので、自分の組み合わせは出てこないので、だんだん分かってくるし、だんだんこの、鳴らしっぷりがね、いろんな鳴らし方あるわけですけども、分かってきてこの辺が面白いと。非常にこの音鳴らしっていうゲームっていうところで、お金を使ってね、まあ当時のね、銭湯のね、お風呂に入る代金っていうのが、まあ55円から元ネタ来てるとお伺いしましたけど、これを一人ずつ振っていって、このいくら振ったか、つまり10円玉と5円玉の組み合わせがね、何枚で振れてるかっていうのを耳でチェックしながらハートをかける。ぴったりだったら振った親から丸ごともらえる。つまり大きいお金を入れてると差分くれるので一気に儲けることができる反面、ぴったり当てられると払う分も大きいっていうことがあるので、まあその辺がね、ちょっとギャンブルになっていてね、面白い仕掛けになってるんじゃないかなと思いますね。まあこのね、この、文次郎さんの再企画のところは前のブブカというね、これ長さをね、競っていく、この棒の長さがね、同じように競っていくっていうゲームですけども、まあこういうね、プリミティブなね、あっちは長さで、こっちは音っていうね、ところをうまく工夫したね、ゲーム出されますよね。これもね、実際プレイしてみたんですけどね、かなり面白いですよね。だんだん分かってくるので、しかもこの振り方によってね、癖があったりするので、そこを見破っていくっていうのが面白く出来上がってますね。まあ、徒歩のゲームでね、コマを振って、何個入ってるかって当てるっていうね、大きいボードのゲームもありましたけど、それでね、負けないぐらいのね、面白さがあるゲームなんじゃないかなというふうに思いました。
はい、というわけでですね、神田川温泉についてご紹介いたしました。まあなかなかね、こうね、振りゲーのね、振って音を出してですね、それを当てるっていうゲームね、まあ結構あるにはあるんですけどね、このぐらいコンパクトでね、しかもね、私のようなね、年齢のものにはね、ネタ満載でちょっと笑えるしかない、このね、ハートをどのぐらい失いましたとかね、あなたはもう分かった感じだとかね、かなりネタ満載なところの割にはですね、しっかり作られていて、この音でね、どのぐらいお金が入ってるかっていうのを当てるっていうところはね、なかなか面白くて芸が合ってると思いました。ということでですね、今回ですね、神田川温泉をご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイルチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の押していただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイルチャンネルの春99でした。